隣町国土中学出身の区議会議員鈴木信之でございます。今国会が会期末を迎える中でですね、対中国非難決議、これがねどうも暗礁に上がってるんですね。私ね、宣伝官出して6月4日天安門事件の日は毎年今日本にいて帰国できなくなった、大体私と同じ50代の、在日中国の人たち、長年支援してきました。どういう支援かというと、天安門事件があって、中国共産党を批判をしている中国の人たちは日本やアメリカやヨーロッパに亡命してね、帰れなくなってしまったんです。で、この人たちが日本で天安門事件のことを集会を開いたり、するのに、やはり日本人の手助けいりますから、政治家である私鈴木信之が、宣伝官を出したり、集会を開くときは会場をお世話したりして長年やってまいりました。今このコロナを蔓延させた中国共産党に対して世界中で、非難する声が上がってます。相当厳しい対中国包囲網ができてます。 G7 の中でも中国共産党に対する厳しい意見が、会合の中でも聞かれました。で、今国会が会期末を迎える中で、ね、対中国非難決議がこれ暗礁に乗り上げてる。これどういうことか、おかしいですよ。野党がね、共産党や社民党という中国共産党 B 期の政党がですよ、まあ、対中国非難決議はこれを阻止しようと考えるのは分かる。でも与党である自民党、そして公明党もこの対中国非難決議進めている自民党員もいる。でもこれをね、暗に時間稼ぎをして会期末廃案に追い込もうという自民党議員も少なからず、そして公明党は、中国共産党べったりですから、どうもこれに対しては、時間切れ、会期末で時間切れを狙っている。で、こんなことがね、国際社会から見たら日本はおかしいと思われます。だって、天安門事件の時、あの天安門で、戦車で、引き殺された、あの映像を見た世界の人たちは中国共産党の残虐さを知って、あの時の対中包囲網を築いた。ところが日本がですよ、その対中包囲網を崩して、中国を国際社会に復帰させたんです。で、今回もこのコロナウイルス蔓延で中国に対する警戒が世界が広がっている中でね、また中国は日本をうまく利用して国際社会の気持ちを緩める、日本を使って国際社会に、復帰しようとしている。ですけれども今度はね、中国国内のウイグル人に対する虐殺、チベット人に対する虐殺、そして、先ほど私がお話しした内モンゴル、内モンゴルの人たちから母国を奪うという政策、いやこれだけではないんですね。中国国内で少数民族に対する弾圧、これに対して欧米社会は、非常に厳しい人権弾圧と捉えて中国共産党に対して非難をしているんですね。それが G7 の中にも現れている。で、日本の国会がこの対中国非難決議をできない、会期末で、もう迎えようとしますから会期末、会期末で廃案とされてしまうなんていうことはね、国際社会から見たらなんだ、結局日本は中国の手助けをするのかというふうにね、間違ったメッセージを世界に発信してしまいます。で、こんなことは許してはいけない。これは与党自民党の中にも対中国非難決議をやらなきゃいけないという頼もしい、政治家もたくさんいらっしゃいます。それと同時に自民党の中に
中国共産党を助けなきゃと思うとんでもない心得者もたくさんいる。公明党もしっかり与党の中に、大中国共産党よりも政党がある。そして野党、立憲民主にしても社民党にしても共産党にしてもね、中国共産党を支持するような、政党がある。だから対中国非難決議が今暗礁に乗り上げてる、こんなね、おかしな国会、許していいわけがありません。ここはしっかりとね、地方議会からも声を発して、対中国非難決議国会でしっかりやっていただきたい。そのことを私、葛飾区議会の立場から訴えさせていただきます。